どうもココリア TV です。はい、ですね、ココリア TV 始めてまだ1年も経っていないのですが、なんとココリア TV チャンネル登録者数3万人を達成しました。ありがとうございます。本当にもうココリア TV、まあ、毎日毎日こうやって配信していって、まあ最初は一人でやっていて、まあいつみくんやへじんちゃんとやったり、いろんなゲストの方に来ていただいたり、まあ実際ね、なんと夢でもあった韓国でココリア TV のね、ココリア散歩を撮影をしたりですとか、まあ私自身もですね、お仕事で韓国に行く機会がとても増えまして、ちょっとね、ココリア TV の内容もね、なんかリアルな感じで充実してきたんじゃないかなと思うんですけれどもね、もう高校に高校ってもしつこいよってぐらいなんですけれども、毎日見てくれてありがとうございます。なんかいろいろコメントでね、7時、まあ毎日7時配信なので、それを楽しみに待ってる方とか、通知が来たら嬉しいですなんて言ってくれる声を聞くとですね、本当に本当に私なんかのこの、まあね、しかも最近ちょっとなんかまあ声やら喉やらがちょっといろいろ調子が悪くてですね、ちょっと聞きにくいななんて思ってる方もいらっしゃると思いますが、本当にみんなありがとうございます。本当に皆さんあってのココリア TV、 高い高校なので、本当に本当に感謝しております。はい、見てくださる方がいるから頑張れるし、そうやってね、メッセージとかをいただけることが本当に何よりも何よりも嬉しいです。こんな私にね、わざわざメッセージしてくれたり、本当に本当にありがとうございますっていう感じで、まあちょっといろいろと長くちょっとありがとうございますという気持ちを伝えましたが、まあ何よりもですね、3万人達成しましたら、以前ココラ TV でも言っていた、韓国で実際3万人達成プレゼントキャンペーンということでですね、神々ですね、プレゼントキャンペーンということで、韓国で実際エチュードハウスで買ってきたんですけれども、そのプレゼントキャンペーンの応募方法をちょっとお話ししたいなと思います。まあ応募条件がですね、今から私が動画内で言うキーワードと、厚かましいですが、私に対する、もしくはココリア TV、 まあヘジンちゃんいつみくんしっかりですね、ココリア TV に対する応援メッセージをいただけたらなと思っております。まあ、基本的にはですね、指定のメールアドレスにメールをしていただいて、そちらのね、件名のところにプレゼント応募を書いていただき、メール本文にでですね、ペンネーム、このペンネームなんですけど、動画内でですね、私当選者の方発表するので、公開してもいいお名前、ペンネームを書いていただけたらなと思います。詳しくはですね、動画の下の方のね、説明欄にちゃんと細かく貼っておくので、そちらを見ていただく方が、より細かく詳細載ってますので、ぜひそちらを見ていただけたらなと思います。そして、その、キーワードが、今から発表したいと思います。キーワードは、ペン、コウコリア散歩です。コウコリア散歩です。はい、このコウコリア散歩にはですね、とても私のいろんな思いが詰まっていまして、ちょっとお話もしている、まあ出したいというね、韓国の観光本の名前をですね、もうね、何年も何年も前から絶対コウコリア散歩にすると決めて、はい、もう何年も経っていまして、思いの深いココリア散歩を今回のキーワードにしたいと思います。今後ともね、皆さんぜひお付き合いいただき、いろいろとね、プレゼント企画をもっともっと増やしていったりしたいなと思っていますので、今回は1名の方なんですけれども、これからはもっといろいろといろんな方にプレゼントできたり、恩返しできたりとか、まあ、何かイベントだったりとか、そういったものができたりしたらいいなと思っていますので、これからもココリア TV、 そして高井高校、よろしくお願いします。皆さん、どしどしプレゼント応募してください。ということで、アニョン、アニョン。韓国情報だったり、韓国エンタメ情報、オルチャンメイクだったり、グルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。